以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、イエーイ。さくさんです。みちゃんです。みちゃんです。今日の動画は、今日は発売がしばらく経ちましたが、はい、ストラクチャーで買いましたんでね。はい、どうす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 、3つ買ってきました。そしてご提供いただいたどうす、どうす、でもらいました。これは化石調査のスーパーですかね。じゃあまずこっちから開けていきますか。はい、はい、いきます。はい、はい、まず1パック目こちら。でるん、でもういつも出ますよね、バグースか。おお、はい、はい、え、おお、なるほど。え、来い、お願いします。はい、そして山崎は化石調査が欲しい、欲しい、欲しい。ダークブルブのスーパーですかね。お、スーパー、かっこいい、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。じゃあ早速この中に、まあ、カードの効果なんかはね、僕たちよりかはですね、はい、他の、皆様がね上げてらっしゃる動画を参考にされたらいかがでしょうか。おい、かっこいいズラ、かっこいいズラ、ズラ。お手からに、お手からに強化パックが入ってる、うん、じゃあ強化パックから開けていくぜ、うんうんうん、おいしょおいしょ、はい、うん、たまげたミラージュスタリオ、そして、はいはい、ヒートライオン、プリマドミスター、激強カードですね、うん、はいはいはい。これね、シクがあるはずってことですね。おお、3ボックス目、なんかちょっと1個違う感じがするな、これ。お、もしや、一緒か、一緒だな、はい、そしてラスト、当たらずじまい。あ、まあまあまあ、まあまあ、じゃあカードをザザッと、はい、めっちゃ強いらしいんですよ、三積みがびっくりするぐらい、まあ、ヒートライオンですね、でラクーン、モル、ガゼル、これが新規ですね、スピニー、ファウル、ファイソン、うんうんうん、そしてまあまあ普通に行くんじゃないですか、こうやってね、行くと、あれ、え、何これ、何ですか、何ですか、何ですか、なんか知らんのが入ってましたよ、そうなんかあるんですね。はい、ということで、早速ね、はい、午前試合も今入ってた、うん、そうなんですよ、え、やばいやん、そう、それびっくりしました、びっくりした。早速、三積みデッキで戦っていきたいと思います。イエーイ、それで行きましょうか、はい、僕はサイバードラゴンを高校取りたい、僕も高校取りたい、はい、最初はグッジャンケン、はい、おー、さあ、ついに高校です、よろしくお願いします。行きました、行きます。はい、サイバードラゴンコア通常召喚、はい、で召喚に成功した場合に発動する、うん、デッキからサイバー魔法トラップカードまたはサイバネティック魔法トラップカード1枚お手札に加えたいです。はい、さあどんどん回してくれ。はい、ではエマージェンシーサイバーを、はい、手札に加えます。エマージェンシーサイバーを使います、はい、サイバードラゴンモンスターを手札に加えたいです、はい、サイバードラゴンネクステアを手札に加えます、はい、手札のサイバードラゴンネクステアの効果で手札からこのカード以外のモンスター1体を捨てて発動できる、うん、じゃあ発動します。このカードを手札から特殊召喚する、はい、特殊召喚します。2体で特殊召喚、サイバードラゴンリーガーを出します。オーバーロードフュージョンを使います。墓地のサイバードラゴンモンスター2体を除外してランページを融合召喚で、ランページの効果を使います。1ターンに1度自分メインフェーズに発動できる、デッキから機械属光属性モンスターを2体まで墓地へ送る、なのでとりあえず2体を墓地に送ります。でカード1枚伏せてターンエンドです。はい、ドロー、スタンバイ、はい、メイン通常召喚、はい、ホールがですね、自分フィードにサラマグレットホール以外のサラマグレットモンスターが召喚特殊召喚された場合に発動できる、このカードを手札は特殊召喚する、はい、特殊召喚しました。うんうん、そして、ホールの効果、この子を墓地に送ってその子は使えなくします。はい、じゃあフリンチェーンで、はい、赤穴の指名者で除外したいです、うん、はい、そして、はい、
手札のガゼの効果、はい、サラマングレートモンスターがですね、墓地を送られた時に手札を特殊召喚することができます、はい。で、この子がですね、召喚特殊召喚に成功した場合にデッキからですね、墓地にサラマングレートカード1枚を墓地に送ることができる、はい。ジャガーですかね、はい。そしてリンク召喚猫ちゃんベイビーリンクス、そしてベイビーリンクスの召喚時効果、はい、デッキからサンクチュアリを手札に加えてくる、はい、サンクチュアリ、サンクチュアリ、はい。墓地のジャガーの効果このカードが墓地に存在し自分フィールドにサラマングレートリンクモンスターが存在する場合、ジャガー以外の自分の墓地のサラマングレートモンスター1体を対象として発動できる。じゃあこの子が対象で、はい、この子をデッキに戻して墓地のこのカードを自分のサラマングレートリンクモンスターのリンク先となり自分フィールドに特殊召喚する、はい、よいしょよいしょ。リンク召喚1体2体3体でおヒートライオ、おそしてさっき手札に加えてきたサラマングレートサンクチュアリを貼る、はい、サンクチュアリを貼るとですね、うんうん、この子が転生リンク召喚できるようになります、うんうん、リンク召喚するときにこの子と同じやつ同盟カードであれば1枚でリンク召喚することができるので、うん、すいませんがリンク召喚させてください、はい、転生リンク召喚ヒートライオ、さあ手札からサラマングレートハートを発動します、はい、そしてこの子はですね10名ページに発動できる自分の手札墓地からサラマングレートモンスター1体を選んで特殊召喚する。じゃ特殊召喚していきますね、うん、はい、ヒートライオ、はい、この子の効果じゃいきますね、はい、このヒートライオが、転生リンク召喚に先行してる場合、先行してる場合ですね、うん、自分の墓地のモンスターと相手の、場のモンスターを、うん、指定してその子をですね墓地のモンスターと同じ攻撃力にします、はい、なのでこれこの子の500をこれ指定しますので、はい、500とあとは、パンプできるんですもんね、はい、これどっちを500にちょっと考えます。じゃあこの子を500にします、はい、バトルフェイズ、はい、ヒートライオン2300で攻撃します。じゃあ宣言時にジーガーの効果でこっちをバンプアップします、うん、え、で、で死にます。ゼロなのね、戦闘ダメージ、戦闘ダメージがゼロになります。なるほど、1枚2枚伏せてダメージです。どうぞ、はい、ドロー、サイバーレブシステムを発動します。はい、自分の手札墓地からサイバードラゴン1体を選んで特殊召喚します。2チェーンで、はい、午前試合、はい、おお、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限りお互いのフィールドにそれぞれ1種類の属性のモンスターしか表側表示で存在できない。 お互いのプレイヤーは自身のフィールドの表側表示モンスターの属性が2種類以上の場合は1種類になるように墓地を置かなければならない、はい、ということでそれが初に終わるということですね。特殊召喚してから墓地に行くではないんですか。そもそもいや、できないです。あ、出ないんですか。出ないんです。じゃあ、して、うん、何もできないので、タイムです。はい、それでは行きます、ドロー。はい、でスタンバイ、もういいですか。はい、では、サンクチュアリの効果でヒートライオを転生リンク召喚、おお、おお、そしてこのサラマングレートハートの効果で、はい、メインフェーズに手札墓地からサラマングレートモンスターを選んで特殊召喚するので、この子を特殊召喚してきます。はい、めっちゃ並ぶぜ、ヒートライオ。ヒートライオンの効果、はい、この子がですね転生リンク召喚に先行成功していますので500、相手のこれを500にしますね、はい、こういう攻守を、はい、それではバトルフェーズ、はい、2300で攻撃します。じゃあその時に墓地の超電磁タートルを除外してバトルフェーズを終了します。バトルフェーズ終了。では1枚伏せてエンドレスどうぞ。はい、ドロー、ランページの効果を使います。自分メインフェーズでに発動します。デッキから機械族光属性を送りたいです。はい、どうぞ。はい、で今墓地に落としたヘルツの効果で墓地のこのサイバードラゴンネクステを手札に加えます。どうぞ。オーバーロードフュージョンします。じゃあすいませんけどその発動を無効にし破壊します。おお、それは強い。サラマングレートロアはですねカウンタートラップで超強いやつですね、はい、おお、もうやれることないでしょう。じゃあ守備表示にします。はい、分かった。モンスター1体セットします。これでターンエンドです。はい、それではドロー。じゃあサラマングレートハートを使います。はい、墓地のガゼルを特殊召喚します。はい、でこの子の特殊召喚時効果、うん、サラマングレートカード1枚墓地へ送ることができます。はい、スピニーを落とします。はい、そして、墓地のスピニーの効果で準備するにスピニー以外のサラマングレートモンスターが存在する場合に発動できるこの子の墓地から特殊召喚する、特殊召喚します。はい、それ特殊召喚しました。この2体でエクシーズ召喚、はい、
そしてミラージュスタリオの効果で、うん、FC ジュ素材を1つ取り除きます。この子を取り除いてデッキから3枚売れて持った相手は守備表示特殊召喚します。はい、それではファルコを特殊召喚します。はい、ミラージュスタリオとファルコでプレイマドミニスターをリンク召喚で、このカードが墓地へ送られた場合のファルコの効果、はい、自分の墓地のサラマングレート魔法トラップカードでしまう対象として発動できる、そのカードを自分フィールドにセットする、はい、強すぎる。じゃあロアをセットする、はい、バトルフェーズで、はい、フレームアドミニスターやヒートライオでこの子に攻撃します。はい、ターンエンドです。はい、ドロー。はい、終わりです。はい、ドローいきます。では通常召喚、はい、ファルを通常召喚、はい、そしてファルコの効果、この子がですね、このカードが墓地に存在する場合ファルコ以外の準備フィールドサラマングレートモンスター以外対象として発動できる、うんうん、そのモンスターは持ち主の手札に戻し、このカードを墓地から特殊召喚する、うん、はい、そして、手札に戻ったフォールの効果、自分フィールドにサラマングレートフォール以外のサラマングレートモンスターが召喚特殊召喚された場合に発動できる、このカードを手札から特殊召喚する。はい、ではサラマングレートレイジ、はい、この子が転生リンク召喚してるので、相手の3つ相手のカードを選んで破壊できるので、この2つ破壊します。はい、そしてバトルフェーズ、はい、フレームアドミニスターは800アップするので、準備のリンクモンスターはまず2000、はい、3100、おー、強い、そして3100、はい、強い、おー、おまあ、でもちょっとこれはねおすすめです。やってやればやるほど奥深い感じがすごく面白いし、何より3つ買ってそのまま組めば普通に戦えるっていうのがいいと思います。ということで構築。こんにちは、くーちゃんです。この度親子で楽しめるチャンネル、くーちゃんにいるグレッツトライが開設中。詳細は概要欄からぜひチャンネル登録してください。バイバイ。構築はこんな感じです。はい、まず、はい、フォクシーもガゼルもスピニもフォールも3積み、うん、でモルが2積みでファルコ、ジャガー、ミーヤ、バイソン、ここら辺はあのサイバースデッキあるあるの1積みっていうやつですね、うん、でウララは性格もらってるんで2枚入れときました、うん、で、まあ、ここら辺はね魔法はまあ3積みして、レイジとロアこれ強いというかむしろこれないとやばいので、うん、2積みで、2積み、あ、3積み、この2つが3積みで、まあ、最終的にこの子が効いてくる、墓地からセットしたりとか、うんうん、いろ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 この子が結構効いてくるので、この子はね1積みしといてもいいと僕は思います。で、午前試合は2枚遊びですね。予約する方向も遊びで1枚、実戦の年はもうせっかくなので1枚、はい、で、サラマングレートギフトこれも1枚ですね。ヒートレア3枚でベイリンクスのお猫ちゃん3枚でフレマドミニスター僕好きなんで3枚でドイトイキメラは一応3枚でラジサリも一応3枚いや当然ここにバレルソードとか入れてもいいと思いますし、うん、もっと遊べると思うし、デッキパワーはまだまだ上がると思うけど、いい感じで環境と戦えるあのデッキになっていると思います。はい、というわけでございまして、ストラクチャー3積みデッキで、はい、環境のサイバードラゴンと戦ってみました。実はね、あの収録外で2回ほど高校取られて負けてるんですけども、一応全然勝率的には負けてない感じになってますので、皆さんもね、ぜひもし遊戯をこれから始めようという方は買ってみて組んでみたらいかがでしょうか。評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ、またねー。